2022年3月タマトイズさんより新しい商品の発売、その名もグッドノック発売。エルシャダイ、ついにオホになる。タマトイズさん本当にマジでどういう思考回路、これも何かの縁かと思い買ってきました。側面裏面は実物の画像が載ってるので絶対載せられへん、こんなパッケージですが中身はまあ普通ですよ。ただ Amazon のレビューにも書いてある通り、使用中にイーノックの顔が脳裏によぎるのでもう一生買うことはないと思います。イーノックがホールになるなら輪っかもホールとして発売されてもよくね、という声をちらほら聞きますが、その場合使用中にあの名曲が脳内再生されるので私は反対です。パッケージのセリフと画像が面白かったので、タマトイズさんのツイッターでどんな宣伝してるのか気になったので覗いてみたところ、アカウント凍結されとった。